こんにちは。プルトレーラーの翔太です。えー、今回はですね、えー、GPPJPY、すなわち、ポンド円の相場展望ですね、えー、お届けしていきたいと思います。で、ポンド円の注目ポイントとしましてはですね、まあ、やはりこの、えー、レンジですね。あ、えっ、ー、と、こちらですね、ちなみにあの、15分がシャートですねポ。ポンド円の15分がシャートを用意しているんですが、えっ、ー、とね、ここのレンジです。注目ポイントとしては。 今ですね、あの、まあ、ラインが、ま、大体ま、142.578。そして上限ラインが142.783。まあ、この間で、まあ、行き来しているというか。 えーまあ、レンジを形成しているってことですね要するにで、まあ、このレンジの,この上限ラインをしっかり上にブレイクしてくるのか、それともこのレンジの下限ラインをしっかり下にブレイクしてくるか、えー、このどちらかによって今後のポンド円の相場の方向性がある程度決まってくるかと思いますし、あのー、買い圧力もしくは売り圧力のどちらか かのそのそ優位性が高まっっってててくくるるかかかいううねそこらんととがままはっきりしてくるかなと思うんですけども、えー、まあまずはあの上目線の解説からですね、やっていきたいと思うんですが、もしもですね、このレンジの上限ラインである142.783、えー、これをですね、しっかり上にブレイクしてくることになればですね、その時目指してきやすいポイントとしては、ここですね、あのダブルトップがあるんですけども、このダブルトップの ネックラインがここにあるんですね。この要線の下髭先端。これがこのダブルトップのネックラインなんですけど、このネックラインの値段がですね、大体142.995付近なんですね。142.995っていうことは、143円の切り板と非常に近いところにありますので、非常に根拠が集中していて、優位性が高いポイントですので、そういった意味合いにおいても、このレンジの上限ライン、 である142.783を上にブレイクしてくると次目指していきやすいポイントが142.995であるこのダブルトップのネックラインでもありこの143円の切り板でもあるというねまあこのあたりというのをまあ目指してくるんじゃないのかなと思いますで,まあでさらにですねまああのこのダブルトップのネックラインである142.995そして並びに143円の切り板 これもしっかり上にブレイクしてくるとですね、次目指してきやすいポイントとしてはですね、ここにあのレジスタンスラインがあるんですね。えー、こ,この、えー、まあ、小回し、えー、小回しの、えー、上髭先端と、えー、あと、この要線の、えー、上髭。これね、この2点で、 えーまあ、レ、あの、レジスタンスラインとして、こう、機能しているのがわかりますよね。というわけで、このレジスタンスラインである143.243付近というのを次は目指してくる可能性が高まってくるのかなと思いまして。で、さらに、ここも上にブレイクしてくると、まあ、いよいよ、えーまあ、この15分足シャートですね。この15分足シャートにおいての、ま、一番の最高値といえる、まあ、この要線の上髭先端である、143.366付近。ここですね。このあたりというのを次、えー、目指して、 えー、来る形になってくるんじゃないのかなと思います。で、これが、まあ、あの、上目線の解説で、逆に、あの、下目線の解説していきますと、えー、まあ、このレンジのですね、えー、ここのレンジの加減ラインである、えっ、ー、とね、142.578。えー、これをですね、下にブレイクしてくるとですね、その次目指してきやすいポイントとしてはですね、ここに、あのー、押し安値があるんですね。えー、この陰線の下髭ター これがね、ま、上昇して、一旦下落して上昇していますよね。というわけで、ま、ここは押し安値になるんですね。で、この押し安値の値段が、ま、大体142.409なんですけども、あの、このあたりを、その時は目指して、く来る形になってくるんじゃないのかなと思います。えー、もう一度言いますね。この、レンジの加減ラインである142.578を下にブレイクしてくると、その次目指してきやすいポイントとしては、この押し安値。 この押し安値である142.409付近になってくるのではないのかなと思います。で、えー、さらに、えー、この、ここの押し安値である142.409も、えー、下にブレイクしてくると、えーまあ、いよいよですね、この15分足チャートにおいての、まあ、一番の安値、えー、と言える、まあ、この陰線のですね、えー、このま、あの、大陰線ありますね、この大陰線の下髭、 先端であるこの安値である142.211付近というのを、えーまあ、その次目指してくる えー、可能性がまた高まってくるんじゃないのかなと思います。まあ、こんな感じであの次に目指してきやすいポイントというのをですね、あらかじめあの、意識、えー、しておいて、その上でせんあのトレード戦略立てていくことで、ま、より優位性の高い、えー、トレードがま、できやすくなってきますので、まあ、よかったらご参考ください。で、えー、今現在の FX の超初心者トレーダーさんが、少子金からでも最短最速で経済的、精神的、時間的、環境的に自由なお金持ちの勝ち組トレーダーを目指していくためにおいて、 すごく役立つ、えー、ノウハウをですね、えー、まとめている、えー、マニュアルをですね、プレゼントします。まあ、そのノウハウというのが、まあ、基礎知識とか、まあ、実際にその、まあ、裁量トレードノウハウですね。まあ、裁量トレードというのはこのチャートのテクニカル分析のことを、まあ、裁量トレードっていうんですけど、えーまあ、このそういった、えー、チャートのテクニカル分析、すなわち裁量トレードノウハウの部分とか、あと、えー、実際にその学習の仕方ですね、その FX をそのどういうふうに学習していったら、あのーまあ、どんどんどん,どんその自分のスキルを ですねえー、上達。 え、させていきやすいのかっていうね。そういったその、まあ、マインドの部分というかね、その学習に対するマインド部分とかについても、そのマニュアルの中でまとめてます。で、えー、そのマニュアルの名称はですね、あの、極意マニュアルというふうに名付けてるんですけど、まあ、この極意マニュアルを受け取ってですね、その極意マニュアルのステップに沿ってしっかり行動していらっしゃる方はですね、ものすごく、えー、トレードレベルをですね、上達させていっておりますので、まあ、ぜひあの、ご参考いただけたらと思います。で、その極意マニュアルを受け取りたいという方はですね、この動画下の説明欄にあの、僕のラインアットのリンク載せてますので、えー、そちらがですね、 この l i n e ッとのトークの方に極意マニュアル希望とメッセージいただけたら、あの、えー、お送りいたしますんで、よかったらご参考ください。あの、Twitter とか、あの、Instagram の DM でもまあ受け付けてますんで、極、ま、意、あ、マニュアルあの、あの、受け取りたいという方はですね、まあ、メッセージいただけたらと思います。で、えー、もっともっと最短最速で FX を極めていきたいという、そういう、あの、本気の思考の方はですね、あの、僕の FX トレード教材の えー、焦式12点の特セットというね、教材があるんですけど、そちらをご参考いただけたらと思います。あのー、FX を極めていく上でですね、あのー、このチャートのテクニカル分析、すなわち裁量トレードノウハウ、 をですね、あの、しっかりと極めていくっていうのはですね、あの、これは非常に重要なんですね。で、その上でですね、あの、まあ、僕の FX トレード教材のあの、ート式12点を特トという教材ではですね、えー、こういったあの、チャートのテクニカル分析、すなわち裁量トレードノウハウの、えー、もっともっと奥の深い真髄をですね、しっかり学ぶことが、あの、できる教材となっておりますので、まあ、ぜひ、あの、ご参考いただけたらと思います。えっ、ー、と、まあ、その、ショート式12点を特トのあの、詳細となる、えー、リンクもですね、あの、この動画下の説明欄の方に載っけておりますので、まあ、ぜひですね、あの、 そちらからかのの式トセットの詳細もですね、しっかりお確かめいただきたいと思います。で、この YouTube チャンネルにアップロードしている動画講座と並行して、詳式12点セ特トの中で解説している、えー、テクニカル分析すな、えー、すなわち裁量トレードノウハウの、えー、真髄もしっかり学習していくというね。えー、あのそうすることでですねあの、相乗効果が生まれますので、あのぜひですね、あのこれは、まあ、あのご参考いただきたい、えー、感じではありますね。はい。というわけで、えー、今回の 動画は以上になります。あの、ためになりましたら動画の高評価とか YouTube のチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。失礼いたします。